そしたらボソボソになっちゃいました。 でも今日、あ、ちなみに今日のお洋服紹介、今日のお洋服はサヤンさんがくれたやつなんです。自分にくれたやつなんです。そう、なんか前お洋服たくさんくれた時あったじゃないですか。その時にこれをあの時期に春ぐらいにもらったんですけど、まだ着れてなかったの、春ぐらいに。で、今日ちょうどいい気温だからレッスン終わってきたよ。かわいい、フリフリ。あんまこういうフリフリ系自分では買わないし、持ってなかったからめっちゃいい。かわいいです。ねえって感じです。サイアンさんラブで、今なんで私配信始めたかっていうと、もう眠すぎて、私は寝てしまいそうで配信、痛っ、コンタクトが刺さった。眠すぎて寝てしまいそうだったから配信したんだけど、普通に寝たらさ、もう終わりじゃん。夜寝れなくなるから、だから今配信した。メイクもね、レッスン行く前にしたから。3日間愛知県でいいな。栗原さん、あとありがとう。ポリンドが嬉しい、ありがとう。目が痛い。寂しかったな。んで温泉行きたいな。ちょっとね、今ね、いでかな、忙しい事件が判明したので、事件じゃないけど、まあ忙しくて嬉しいことなんですけど、ちょっとね頑張りたい。鼻だれももう覚え始めないとやばいから、動画は寝る前いつも動画見てるんだけど、動画見ることはしてるんだけど、そんなさ、がっつりしっかり覚えない、なんか覚えてるわけじゃないから、今は。から覚えようと思います。母さん、誰もありがとう。しかもだ、今日さ、レッスンの時マスクしてたからめっちゃメイク崩れた。最悪すぎる。まあいっか、そんなもん人生で。目が乾燥して痛いです。かんさん、ありがとう。アルフェス推しいないけど、え、かなうは推しじゃないの？なんでよ。最悪、茶色つけちゃった。推しいなくても見に来てくれて嬉しいですけどね。別に、よいしょ。やっほー、レッスン、そう、レッスンね。リポストの返信ありがとう。返信が意外に回答で、うん、全身見せません。見せたいけど、見せたいけど、アメバで肌荒れ、いいな。私もアメバで見ようかな。無料だよね。何着ぐらいだっけ、忘れちゃった。でも全部飾ってあるじゃない。干してあります、着れるように。ヤガさん、ありがとう。バラティーム左遷までありがとう。だるまありがとう。からし大根さん、ありがとう。そう、だるまありがとう。からし大根さん、結婚してありがとう。結婚しません、今日は。マオさん、ありがとう。キッチンさん、だるまありがとう。エイトさん、ありがとう。フリフリ系のよく、私あんま自分では買わないから嬉しい。タッカーとありがとう。皆さんインスタ見てね。そしてかなの X もリポストしてね。ピノピさん、ありがとう。早起きしたから、いや今日でも言うては、ね、早起きしたよ。言うて早起きしたからメイクした。ちょっと理由意味わかんないけど、なんかそう、洋服には嬉しい。ピノピさん、ありがとう。誰もありがとう。タコありがとう。横になったらおしまいだと思って起きた。いつもリポストしてくれてありがとう。そう、早い時間だったから、もう目がしょぼしょぼでちょっと眠いんですけど、だからみんなに会いに来た。晩ご飯食べたの？晩ご飯食べてない。あ、ポテチ食べた。あ、ポテチ食べたからカロリー的にはやばいから、もう夜ご飯食べないですけど。愛知県スキャで今度こそ会いに行けるように挑戦してください。ハートありがとう。かとまるさん、インスタ見てくれてありがとう。そう、岡山からなら少しだけ安くなるけど帰りませんけど。かとまるさん、やすさん、ありがとう。ラッカーさん、誰もありがとう。なんで袖がフリフリしてるかは、服を作った方に聞いてくださ
一緒に行く、どこに、温泉行きたい、温泉行きたいね。リールアップしたいけどちょっと待ってて。もしかしてリールってことは私のワンドリンク別の動画載せれるってこと？載せちゃおう。音楽がダメなのかな、別にいっか。配信が始まりを考えしてた、びっくり。正解、山椒さん、誰もありがとう。うん、目がしょぼしょぼ。レッスンでミーポに会ってないよ今日は。今日は誰に会った、今日会ったのは、今日誰がいた、今日誰がいたか忘れちゃった。誰がいたっけ、あ、ちょっとやばい、ちょっと眠くて目が閉じちゃう。誰がいたかもう思い出せない。誰いたの、わかんないよ。誰いたっけな、あの岡山のやつに出るメンバー3期生は、あ、わかった、ひーちゃんとリアチューじゃない、何予感、インスタ始めた感想、顔偏差値高くない、最近泣いてないよ、なんも。最近だって泣い、あ、今日泣いた。今日 TikTok で、なんか、僕青さんが、なんか、泣く、誰が一番早く泣けるか対決みたいな、やってて、自分も参加した、それに。画面見ながらね、こうやって。自分もやってみようと思って、めっちゃ目をこうやって乾燥させて涙出した。岡山どっちだろう、カムイ、下手が多い気がする。予想だけど。なるみさん、ありがとう。レッスンお疲れ様、ありがとう。嬉しいよ。レッスン参加するな。岡山は上手、あ、下手でーす。下手とさ、上手分かんなくなっちゃう。なんか、うちの中では、上手が右側って自分、なんか、っていうなんか脳みそになっちゃってて、でも上手って左側だから、なんかそれで頭がおかしくなっちゃいますけど、頭おかしくないですけど、全然。ちゃんとインスタやってて偉いなと思うんだ。インスタやってる。だってインスタちゃんとやらないと TikTok やらせてもらえないもん。TikTok やりたすぎて。インスタ毎日頑張る。今日の学校の下は、これワンピースになってるの、サンヤさんがくれたやつがね。ワンピースになってるんです。ワンピースです、だから。エビさんは誰もありがとう。聞き上げたが、本当よかった。広島でだから。毎日頑張っていて。頑張ってないよ、普通に。普通に生きてるだけ。あ、ピザピさん、かわいい、ありがとう。ドイさん、ありがとう。インスタの画像選んで結構おしゃれじゃない。選んでる。朝早く起きて、ちょっと動きたくない時とかあるじゃん。スマホいじれるけど、動きたくない時間ってあるじゃん。スマホだけいじってる時間。いや、なんか、うちそんな時間がめちゃ無駄なって最近思って、その時間結構うち TikTok 見ちゃうのね。寝る前とか、起きた後とかのスマホ見る時間がめちゃ無駄なと思って、でもなんか、いや、その時間にできることをしたら、有効活用できるんじゃないと思って、なんか写真の加工とかインスタ上げるやつのやつとか編集とかなんかメール送ったりしてるよ。ディズニーの料金まだ高いと思わない、好きだから。いや、もう、でも平日の安い日に行きたいってなる。そうなると、ズイさん、ありがとう。ツーさん、ありがとう。ポニテ、そう、ポニテ、なんかさ、私写真見返して、でもあれ結構前の横浜の写真なんだけど、なんか写真見返してたんだけどさ、から投稿したんだけど、めっちゃ綺麗なポニテじゃない、なんかめっちゃ綺麗に巻けてない、びっくりした自分、めっちゃ綺麗に巻けてて、うちこんなに髪巻くのうまいんだと思いました。あれ自分でやったんですよ、あのポニテ、温泉で頑張って。アヒル隊長さん、ハートありがとう。ウェインさん、ハートありがとう。温泉行ったんです、あの日。カナの早起きは何時、5時。横になったらおしまい。縦になった。そうだから今縦になった。ね、でも今寝たら私夜寝れないの。本当にさ、赤ちゃんみたいな子供レベルの赤ちゃんだからさ、うちこの時間寝たら夜寝れなくなっちゃうんです。でもこの時間眠いので、でもお昼寝したらさ、ダメだからさ、ちょっと頑張って。メイクも服もに当てたい。やだ、嬉しい、ありがとう、どうぞ。ちょっとさ、髪の毛さ、顔でかいから髪の毛こうやってやりたいのにさ、髪の毛ちょっと巻いちゃった、今日巻いたんですね。巻いちゃったせいでさ、ちょっとさ、ボワってなってるの、なんか巻きが取れてきてるのね、もうほぼ。こっちはもうほぼストレートだし。だからこう耳にかけなきゃさ、なんかボリュームがあるってなっちゃう。あ、静岡さん、見たよ、ワールさんの投稿。すごーと思った、そんなのがあるんだと思って。
コンソメパンチもらってない。みんながさコンソメパンチのこと X にあげたからカナも食べたくなっちゃったんだよ。アフタヌーンティー、アフタヌーンティー自分行ってみたいんだよね、人生で。カッコつけたい。あ、カッコつけないですよ違うけど、交通と静岡行きたくなかった。静岡人気なんで嬉しいですね。コンソメ大好きです本当に。ヤマショーさんアイドルありがとう。そう、サイヤさんになれる。ヤマちゃんありがとう。秋の気配わかる。なんか日が暮れるのが早いですもん。ダースさんライブ終わりがとう。インスタも鏡をくせありがとう。昨日ネックスのポストがなっちゃう。なんとかあるのかと思った。え？ん？ん？何？病んでる病んでる。どういうこと？昨日の X のポスト？何 X ポストしたっけ？あ、可愛いだけじゃないですか？え、違うよ。あれは普通に歌え。どういうこと？どういうこと？え？え、どういうこと？歌の歌詞から撮ったの？え、どういうこと？え、なんか投稿したっけ？昨日。かな？なんか投稿したっけ？X。え？昨日病んでないな。どうだろう、最近病んでるかな。最近なんか病むけどなんかどうも思わなくなった、人生において。人生で思うもの。みは病みますか。私は最近病んでない気がする。おてんばいいね、かなうたんそこでスイラブしたいよ。頭が回ってない。そう、頭回ってない。そう、岡山メンバーじゃないよ、普通に考えて。アルフェスの出演メンバー見てくれた？見てないの？岡山メンバーが全員ってわけじゃないですよ。何人かいます。インスタ始めた？え、どういうこと？かなのために。う、あ、アルチさんの返信したよ。かなう白がいい白かわいい、あれって思った。そう、でもなんか先輩のやつ決めるのなんかなんか重大責任だなと思ってさ自分のだけ送った。高野木さんありがとう。女優さんです。まるまるさんありがとう。高野木さんありがとう。今でも泣きまくって、大丈夫？誰もありがとう。ハートありがとう。東さん誰もありがとう。高野木さんありがとう。TikTok のことチクタク、あ、それね、この前のなんかもう一昨日ぐらいの配信で 3回ぐらいこのコメント流れてきたよインスタ親戚よかった。タックハートありがとう。リアチお昼に配信してたね。知ってるよ、私その部屋の横にいたよ。上手は神奈川だと左。そう、うん、じゃあ下手だ、いつもと同じぐらいそう、チャートにフォローする。え、わかんない、うちさ誰をフォローして誰をフォローしてないかわかんなくてさ、なんかそもそもさ誰がさインスタやってんのかもわかんなくてさ、こうおすすめに出てきた人をさ順番になんかああーと思ってさポンってフォローしてるだけだかわかんないんだよね。メンバーからの私別プレゼントないかな。キャップ欲しい。え、私も欲しい。それもともと観客だったの、演者側になったから神手しもてこっちゃになるよね。そう、まさのりさん結婚は考えるけど、考えるけどしません。今日は眠くて目が閉じちゃうので本当にやばい。目がさめっちゃなんかもう閉じてさ、もうなんか何の話してるか分かんなくなっちゃう。こう静岡熱海みんな行くんじゃない。 TikTok 始めたい。デジタルデトックスって何？今日こそ結婚気になってくる。え、今日は眠いです。スワイプ気軽見えちゃうから。え、わかる、めっちゃ明るい。ボンチさんありがとう、嬉しい。ビスケさんやっほー、それ思った。やばい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 、待って、眠い、眠くて目が開かない。あ、こうしたらいいんじゃない。片目ずつ休憩。あ、ていうか多分これ普通にさコンタクトが乾燥するんだと思う。よく嬉しい、可愛いですね。照れますね。え、それのふんわりしたボリュームかも。え、なんかうち天才かなと思いました、自分で。あのポニーテールみたい。惚れる？本当ですか？今寝たらそうなの。そう、性格痛がごっちゃになっちゃう。まあ明日休みだから別にいいんですけど、休みだけど、絶対に明日、明後日で、私は鼻だれを完璧に覚えるっていう目標。私本当になんか、もう後回しにしたらとことん後回しで、直前にしかやらないで、直前に大変な思いするタイプなので、でも なぜか、それのくせに完璧主義なので、なんか絶対に完璧してレッスン行きたいっていう思いなので、
だからちょっと今回は余裕を持って明日と明後日で花だれのやつを頑張って覚えようかなと思います。フラッピーちゃんどれもありがとう。からし大根さんライブもありがとう。フラッピーちゃんの方ありがとう。嬉しいよ。だから頑張る。明日と明後日早起きして何曲も覚えます。まとめて今日お芋プリン食べたよ。なんかひーちゃんが言ってた、カナダめっちゃ食べてるっていう配信、あやつこの前配信で話したって、今日も食べるのって言われたから食べるって言って、毎日食べてます。お芋プリン、アイドルをありがとう。天然時計、腕時計さん、ライバーをもありがとう。午後の紅茶の写真を載せたら2つって、えでも自分の友達ちょっとお嬢様系だったのね。なんかお上品、なんて言うんだろう、なんかお嬢様お上品みたいな、なんかすごいお姫様、あそうお姫様だ、お姫様みたいな家庭で育った子が友達いたんだけど、もうめっちゃお姫様なの。だから持ち物も全部薄い紫色みたいな、なんかもうなんかザお嬢様みたいな子だったんだけど、その子ね、毎週の土日に家族であのなんかお茶会をするんだって。すごくない？お茶会するからお菓子とこの紅茶とかしっかりした入れ物に乗せてお菓子と紅茶ね用意して家族でお茶会するんだって。アフタヌーンティーってことよね、つまり。すごくない？いいなと思って、うち一回さ憧れてやってみたけどさ、なんかさもう憧れてやったけど、いとこと一緒にお茶会みたいなやつでも普通にあの紙コップにジュース入れてこう紙皿にお菓子出したけど、全然なんか普通にあのそういう系じゃなかった。お嬢様はなれなかった。飛行機から見て富士山のこと、え嬉しい、富士山見たいよ。さすがにハート送ってよ。プレゼント先週カナダ代表でもう送りましたよ。まだ白か、え本当受け取っていいの白、やったー。えまだ届いてない。うち一昨日ぐらいプレゼント見に行ったけど届いてなかった。また見に行こうと、すぐ事務所行っちゃう。体調大丈夫、元気。なんかでも最近マジの喉がさやばい、エアコンのせいだと思うから、そろそろさ止めたいけどさ、なんか暑いんだよね。止めたら止めたでむずい、まあ、温度を上げればいいんだけど、なんか寒い部屋で毛布かぶって布が好きなんですよ私。なんで風邪ひくと思います本当に。あとで最近いつか、荒吉さんこの細いこと相談してありがとう。矢吹さんライブをありがとう。今日も感じえっ、今なんかママから LINE 来て、なんだなんだと思ってスクロールしたら、なんかめいちゃんの動画が送られてきた。会いたいよ、もう可愛すぎるめいちゃん、やばい、子供に会いたい、子供。からし大根さんフラペチーノありがとう。あれどこ行った、どこ読んでた、これ結構前の話か。やぶきさん、やまちゃんありがとう。チャットにはインスタやってる、見てみよう。どうやって調べたらいいか分かんないけど、分かんない、誰がやってるか分かんないからフォローも送れないの。だって分かんないやん、どうやって探すの。今回は遅いがけんもう引っかかってるの、なんでなんで、だって悪くないじゃん、なんもね。山ちゃん誰もありがとう、お兄さん誰もありがとう。結婚しない、今日お昼寝してないんじゃないの、だから今日お昼寝してないから眠いんですよ。お兄さん誰もありがとう、あいかちゃんハートありがとう。マジックで目玉描いとこうかな、公園でいつかポニーテールする、見れる、どうだろう、見れるかもしれなくもなくもないですね。イベントの時ね、夏のスキーはご用事の振りは完璧ですが、どういうことどういうこと、なんでしーちさんありがとう、しみさんありがとう、海さんだよんさんありがとう。頑張ってね、飛行機も取って行く準備待ち、頑張る絶対に頑張る。バスナリスありがとう、後でつまらないように。しかもねビスのイベントも重なってるし、他まあ何か分かんないけど、まあいろいろあるかもしれないから、まだだからとりあえずまず一つずつこなしていかなきゃ、自分の脳みそがいっぱいになっちゃうから、とりあえず本当に花だれは頑張る、今から頑張らないと。そしてあとはあの新公演とかも始まるから、そのレッスンとかも入ってくるだろうし、ちょっとでも心を楽にしとくためにこういうね休みの時に覚えればいいんですね。頑張ります。コーラとお芋プリンの女、そうです、イデカナウです。紫芋さんあたりがとう、キッチンさんアイドルありがとう。セブンイレブンの話するとみんなかなえちゃんお芋プリン食べて話をしてるいやマジでお芋プリン美味しすぎるの、本当にみんな食べてください、美味しいんですよ。あ、三本の矢のサポーターさんだ、リプレイしたよ。
お餅、お膳餅って何？紙皿、そうだよ、紙皿だよ。洗うのめんどくさいからね。本当に。でもうちらめっちゃ可愛いの。なんかよくピクニックとか行って、おばあちゃん家の前、おばあちゃん家の前がなんか芝生で、なんかお庭が囲われてるから、その芝生のところで、なんか結構プールとかよくやってるんですね。夏とかになると。だからそこで、レジャーシート引いて机出して、家の中のね、机出してそこでよく、なんかパーティーとかしてた。ピクニックとか。可愛いよね、うちら。ブルボン。山ちゃん、ハートありがとう。嬉しい。扇風機にしよう。扇風機欲しい。ハートありがとう。嬉しい、山ちゃん。歌詞みたいにマスクして、保湿、加湿器つけて寝るしか。喉大事だよね。確かに、マスクしようかな。で、マスクさ、無駄だよね。せっかく最近買ってきたのに。しかもマスク肌荒れる。マジでね、マジ最悪。今日さ、マスクしたせいで絶対この辺ちょっと赤くなった。もうダメだ、マスク。そう、寝るときもエアコンつけてる。サムネより可愛い。え、でしょ？サムネおかしいから、これ。インスタが良かった。嬉しい！コメント見たよ。おきぼりのしゃけさん、ありがとう。つしりさん、誰もありがとう。確かにフォローラみたいな。なりすましアカウント優先してるみたいな感じしてる。え、うち一瞬信じたよ。なんか、サコさんのやつが流れてきて、と思って見たらさ、なんか偽物って書いてあって。なんなんだよと思って。騙されました。窓は緑にしています。でも今日お昼めっちゃ暑くなかった？でもレッスン行くときマジ暑くてもう無理って思った。もう無理。夏無理って思った。ミスイベントの時間割は決めてしまった？決めたけど、あ、大体決めたけど、確定ではないかな。ナイトクルージング天気がいいといいね。やりたい。存在アピールしないとね。頑張るんば。頑張るんば。サンバ。でもね、ちょっとね、10月はもう楽しいことばかりで。ユニバもね、行きたいしね。ユニバなんかめっちゃキティちゃんのベレー帽のコーデが流れてきてめっちゃ可愛い。そのコーデで行きたいですので。ちょっと。年パスを。いやー、最後に一回行きたかったんだよね。9月の終わりぐらいに。まあでも行けないと思うので。いつまでなんだろう。ちょっと一回見てみようかな。ちょっと一回ユニバのさ、年パスのあれってどうやってさ、見たらいいんだっけ？あれどこ行った？うちの年パス。これ見えてるかな、のこと。テレビ越しで見えてる、もしかして。あ、ちょっとしか見えてないんだ。じゃあいっか。どこだっけ、お財布。なお財布いっぱいあってわかんないんだよね。あった、ユニバの年パス。あれ、ない。え、どこ行ったっけ、自分どこやったっけ。ここら辺に入れといたと思ったんだけどな。どこ行ったんだろう。まあいいや、まあ、よくないけど普通に考えて。ここかな、こっちの財布かな。あ、こっちかも。泥棒された。え、待って、本当に年パスない。私どうしよう。え、どこやったんだろう。せっかく買ったのに。あ、分かった。こっちのお財布だ。こっちのお財布もあった。9月25だ。不可能だ。9月25までに私がユニバに行くことは不可能なので、年パス更新しないと。またじゃあ更新してから私は行くってこと。うわ、あと1回ぐらい行けると思ったのに、悔しい。マジか。なんか今さ、今立ってさ、歩いてさ、え、テレビに反射してた、恥ずかしい。まあいいや、立ってさ、動いたらさ、なんか眠気なくなったわ。やった。え、お芋プリンめっちゃ美味しいよね。本当にあれもう全国民にね、おすすめ。さつまいもタイム始まりません。お芋プリンめっちゃ美味しいんです。でも自分で作れそうな気もしてきたけどね。心細いごちそうだしさ、ありがとう。こんばんは、わんこそば一杯でギブアップ。おー。ま、ピラピスハートありがとう。リさんハートありがとう。あれもありがとう。30度未満。なんかさ、友達とディズニー行く約束してて、まあ、それは誰かをお楽しみなんですけど、ディズニー行く約束してて、
あ、でも次はちゃんとアイドルの子だから多分大丈夫、理解してくれると思う。こっちの都合本当に申し訳ないけど、あのディズニー約束してて秋に行こうねっていうお話をしたのね。 でも 暑いのが嫌だから秋にしようって言ったんだけど、秋ってどんぐらいから秋なのかなって思う。お風呂入りに来てるから、いいなぁ、カナ置いてかれた、カナも温泉行きたいんだけど。エリさんありがとう。確かにここさ結構映るんだねこれ。ユニバ行くなら誰と行きたい、友達、みんなと行きたい、行きたいって言ってくれる人と行きたい。リプ編都合悪いとスルーするタイプ。違う、先に書いた肝心なのが、リプ編どっち、コメントの方、リプの方、引用の方。待って、うちスルーするタイプじゃないよ、うち全部返してる順番に。先に書いた方が返されてない、それ引用の方、それともコメントの方。コメントの方はちょっとなんか順番わかんなくて、なんかあれバラバラなってるんですよ、コメントのところは。だから順番じゃなくて上から返しちゃってるんだよね。それでリプ編の方はしっかり下から遡って書いてるけど、書いてるんだよね。返すね、ちょっと待ってて。そう、スルーしないですよ、私全部返してますよ。ゾンビコスプレしません、月一で通いたい。マジでそう、本当にそう、結構本当にテレビに反射しないで。何回行った、でも4回とかしか行けなかった。まあでも2万払ってるじゃん、で1回多分9000円とかじゃん、そう考えたら3回行ったらもう勝ちじゃん。でも4回行けてるから勝ちだ、もう勝ちとかないけど勝ち。リアルお話し会の時行きたいな。行きたいな、ちょっと間違えた、行きたくないですけど、リアルお話し会、ゾンビの期間楽しい、行きたい。去年2回行ったゾンビの期間でディズニー高くない、ディズニーでもね、チケットのね、チケットユニバの話してもうた。大丈夫だよ、あのね1分前ぐらいはユニバの話してた自分ももう意味わかんないぐらいテーマパークの話ばっかしてる。ディズニーはでもチケット取ってるんだよね、もう チケット取ってて何回も日付変更してるって感じ、行けなくなってが続いて、だからねチケット代は大丈夫な気がする。しかも平日に行くと安いよめっちゃ安いですよ。ユニバ楽しい。沖縄、そう、キャリア中と会ったんだけど、普通に。あ、当たり前か。同じフェス出るから。一緒にレッスンやったんだけどさ、話してよ。沖縄行きたいよねっていう話。いつ行くのって言って。もう休みが合わなすぎて、もう早く。でもとりあえずはユニットじゃない、間違えた。あの、課外活動のやつがあるから、あれが落ち着かないといけないんだよね。なんか休みがさ、被らないんだよね。っていうね。家のじ、え、風呂本用意してほしい。まさとさん、ありがとう。そう、すぐ冬になっちゃう。でもやばい、なんか楽しいになってきた。なんか普通になんかニットとかなんか着たり、イルミネーション行ったり、マフラー着たり、クリスマスパーティーしたり、あとイルミネーション行ったり、クリスマスパーティーしたり、こたつ入ったり、みかん食べたり、クリスマスツリーになったり、飾り付けしたり、キラキラさせたりするのもめっちゃ楽しみで、なんか今からクリスマスが楽しみです。なんかわかんないけど、やばい、絶対パーティーしよう一人で。実家帰れたら帰りたいよね。いつもね、家族とか親戚とかめっちゃ盛大なクリスマスパーティーするから、まあパーティーいつも盛大だから帰りたいんだけどね。まあ忙しいことも嬉しいですけどクリスマスライブしたいんですけど。リプ編まだ返してるよ、ゆっくり。昔のかなえちゃんの写真のスクリームセーバーって何。そう、4回お得、見えても気にしないタイプですねはい、どういうこと。年パスの勝ち負け基準が飲み放題何杯飲んだっけさ違う、なんかさ、せっかく年パスしたならさ、
そうそう、さすがにさ、たくさん行きたいじゃん。じゃなかったらさ、もう1回で買えばよかったってなるじゃん。だからさ、よかった、たくさん行きたい。リプ編しか書いてない。え、じゃあリプ編コメントか、あの引用のリプ、あのリポ編か。私結構リポ編してるんだよね。リポ編コメントも返してるんだよね。辛い料理大好き。よしえみさん、ハートありがとう、嬉しい。あ、なんかさ、飴が固まってきてる。部屋があったかかったのかな。よいしょ。石並びしようかな。おぉ、あ、食べた。落としてないよ。そう、休み、そう。そうな、やばい、なんか顔が膨れてる人みたいだけど膨れてないですよ。これ飴ね。飴ですよ。課外活動の家と違うから休みが違うんだよね、リア中と。岡山アルフェス、東京花だれ公園、福岡ハロウィス対バン新公園もある。そう、充実、充実デイ、チートデイ。ですね。あ、チートデイじゃない、間違えた。普通に。充実デイでした。そう、他にもあるかもしれないしね。もう冬か。もう冬だ。マフラー女子の写真。今年さ、欲しいマフラーがあってさ、めっちゃ。とか言って、マフラーって別に使わないんですけどね、私。問題。どっちに飴が入ってるでしょうか。笑ったらバレる、これ。笑ったらめっちゃ膨れるね、顔。冬でもダウン着たら暑いから。T シャツ。え、やばいよ、それ。肌バグってるよ。おかしいよ、それ。正解は、こっち側でした。こっち。こっちは左です。上手。上手です。なんで、上手なんで、当たった方には、上手の指定席をプレゼントします。冬服と夏服どっち着るのが好き？私は、あんまり肌に服が触れないでほしい人なの。だから、普通に夏服が好きだけど、冬服は普通になんか着てたらテンション上がる。スタイル良くないです。伊藤も見たし、アイドルありがとう。冬の服の方がどうかって。え、わかる。冬の服高い。ちょっとクリスマスにシャンパン飲んだ感想。あ、そっか、私もう20歳か。20歳だ、私20歳だわ。もう誰と一緒にお酒飲もうかな、最初。一番最初。あ、家族か。普通に考えて。やばい、なんかドキドキしてきた。ドキドキ緊張。やばい、めっちゃ緊張してきた。なんか知らんけど、20歳になることについて。引用リツイートありがとう。飴、舐める人、私。アヒージョ？アヒージョってあの、貝殻じゃなくてさ、カタツムリだっけ？さよならクロウの曲、ん？嵐大学さんだ。大福のさん、誰もありがとう。大福って言っちゃった。今日こそ結婚紐にして。え、やだよ、なんで？なんで？なんで紐にならせなきゃいけないの？嘘ですよ。え、右じゃないよ、左だよ。でもさ、最近さ、自分結構さ、エラもともと張ってる人なんだけど、マッサージしてなんとか抑えてた方なんだけどさ、最近めっちゃなんか唇噛む癖がやばくて、唇とか口の中を噛む癖がやばくて、あ、エラ張ってくるなと思ってやめようって思うんですけど、やめれない。当たった。え、あ、これ右っていうの、こっち、みんなから見たら。なんだ、じゃあ正解。プリハタ、ありがとう。ライブ終了後いいな、半袖で頑張ってた。うわ、懐かしい。ええ、マジで、うちさ、レッスン場とかもさ、普通に半袖で行ってたよ。だってめんどくさいもん、長袖着てさ、洗濯物増える。飴は最後まで舐めて楽しみます。家族で高級シャンパン。ミューポンとやったら怒られちゃう。どういうこと、どういうこと。シャンパンってこと。20歳の瞬間走って皆さんとパーティーしよう。したーい。でもどうしよう、それで私さ、普通にさ、いや、でもみんなとも過ごしたいから。20歳の瞬間楽しみ。確かに20歳の瞬間を配信したいよね、普通に。え、でも本当に、え、でもどうしよう。なんか過ごしたい人がいっぱいいる。20歳の瞬間、家族ともさ、友達とも、親戚とも、友達とも、友達とも、ファンのみんなとも、みんなとも、なんか誰もみんなと過ごしたい。
からし大福に変えてよ、じゃあ大福にして。ホラーさん、かなちゃんのインサイドの知った。ん ?1102 屋内は冷房暖房ガンガンだし、一つえ、わかる、なんか冬って暑くなるよね、たまに。わかる、バグる体が。エスカルゴ、え、じゃあ何何何、ゴリゴリなんとかみたいな。え、わかんない、こっち右なの、私からしたらこっちが右だよ、上手側。えー、嬉しい、徳島。かなちゃんお酒飲みたい。えー、なんか人生楽しそう。なんかわかんないけど、なんかお酒飲んでるさ人とか見て、なんか人生楽しそうだなっていつも思ってました。なんか憧れる、人生楽しそう、なんかヘラヘラして生きてられそう。みんなでお祝いパーティーしたい。ヒロさん、あとありがとう。しおりんだるもありがとう。そう、人生1回の20歳なんだよね、大事。そうなるとさ、誰と過ごすとか結構さ、なんか重大だよね。でも配信はしますよ、もちろん。暇時配信しますよ、20歳で。でもね、誰と過ごそう、その次の日とか。でも帰れない可能性もある。いや、普通に帰れないか、普通に考えて。まあ帰れたら友達とか家族とかとみんなでパーティーする。え、4回もすごっ。いきゃかたりがとう。かなの日またぎ配信、仕事で配信できなくなったら相当へこみそう。え、へこむよ、絶対ガチでやるから、めっちゃガチるから。ありがとう、ひろさん。あの教室ある、え、そう、ワイン、うちな、本当に何も飲んだことないか分かんない、何も飲んだことないって当たり前なんだけどさ。そう、恐怖症なんです。でも久しぶりにさ、おととい昨日か、昨日日曜日だったじゃん。で、本通り夜行って、あのドンキの方とか、ドンキに買い物行ったんだけど、なんか大丈夫、綺麗な街だった。ギリハッピー、ギリ綺麗な街だった。本当に私本当に無理、どうしよう、お酒の、確かに。だからなんか、そう、外とかでは無理かもしれない、そういう人がいっぱいいるところでは。フォンと一緒にお酒飲む、フォンって誰、 iPhone。 ヒロさん、ありがとう。ヒーターさんとお酒飲みに行くしか、え、なんか広島でさ、嫌だよね、それは。ちょっと広島はちょっとなんか嫌だっていうのはおかしいけどさ、なんかさ、怒られそうじゃない、わかんないけど。え、いいの、うちらってそういうの。いいのか悪いのかもわかんない。でも、もなんかお友達とかと約束してる、絶対に本当に20歳になったら一緒にお酒飲もうね、一緒に、せーのでお酒飲もうねって言ったけどさ、あのさ、普通にさ、みんなもさ、お酒飲めるわけじゃん、誕生日越してる子たちは。だからもう飲んでるよね。え、うちだけだよね、初めて飲むの。うー、かなちゃんタンプレ、嬉しい、え、行かなきゃか、行ったかと思った、嬉しい。そう、白肌アイドルとしてファンと過ごす最高、確かに最高。風船送られてくる、20歳か、やだよ、私まだ15歳でよ。そう、お仕事の予定ね、気になる。20歳確か会社の女の子と過ごした。うわ、何をしているんだ、みんなそうやってパリピしてるんだ。かなちゃん、デニムに合って、え、そう、デニムあんま履かないから、うち肌はマジで触れられるのが苦手なんですよ、服に。なんか肌がくっついてくるのがめっちゃ苦手で、だからデニムとかあんま履かないんですけど、めったに履かないものを履いて、なんかあの日車で移動してたんだよね、あのパパが横浜まで来てくれたから、家族がね、迎え来てくれたから、だから車で移動するならさ、別にいいかなと思って、体勢変えれるし、だからあれにした、デニムにした。なんか硬いのが私苦手なの。早く20歳、リチャーは俺のこと置いて、え、リチャーと今はあ、リチャーが話してるけど、 LINE では。そう、なんかね、いろんなこと話してる。渋谷とか歩けない、そう、暇とき配信する、当日生誕祭とかあるかもと思ってた、そのあたり置き上げてる。確かに、でもうち結構さ、なんかさ、その辺で、なんかさ、結構自分あれだよね、なんかうちの誕生日ってめっちゃいいことがあって、
なんかうちの誕生日ってなんかめちゃパッツンだまあいいや、うちの誕生日ってなんか次の日が11月3日がなんか知らない赤い日だから、絶対に3日とかにパーティーができるの、それが一番いい。だから2日の夜とかでも、まあ、3日が休みだからさ、遅くなってもいいじゃん夜だから、11月2日の当日の夜にパーティーとかできるの、それがめっちゃいいんですよ。24時間配信したいいよ。アルコール 3% ぐらいの酒鳴らす、何それ。ドンキで買い物したレシート丸亀製麺、それ見た、それ見た、それ見た、めっちゃ行きたい。うどん食べたくなってきた。でも今日はポテチ食べたからやめる、太っちゃうからね。いっぱいありがとうございました。こちらこそだよ。ズームで飲み会、日数は超えたら自由、あ、自由なんだ、自由なんだ。そうだからさあ、ね、なんかわかんない。でも私そういう街があんま好きくないからいけない気がするけど。タンプレ何買えばいいんだろう。みんなタンプレくれるの？もう何でも嬉しいですよ。なんだ、例えばお洋服とかも嬉しいですよ。マフラーとかも嬉しいですよ冬なので。ユニバ行ってました、やばい、パリピすぎ、おかしい。18の時から、ダメです、もうよくないですそれはもう報告しないでください、気まずいので。なんかピッチリするのはダメなので。見た目は中学生でも通用するけど、だから私15歳だよ。まるまるさん、ライブ終わりだと、こんばんは、プレゼントも参考になる、確かによかった。スキニーとか苦手です、肌にくっついてくる。冬でもスカート多いよ、足を出してる。あ、ブーツとか履くかも、だけど大体足出してます。さ、本当にだってくっつくのが嫌いだから、くっつかれるのが、なんかお洋服にくっつかれるのマジで嫌いなんだよね。横浜でも迎え来てくれる、車で、祝日の前。そう、最近なんか面白いことあった、面白いこと、面白いことと言われたらないんだけど、特にあったっけ、なんか、ないな、なんか何もしてない最近、本当に誰とも会ってない、何もしてない、こんな人生。そう、文化の日か、そう、赤い日です、パッツン髪嬉しい。あ、そう、11月3日文化の日だ、文化の日、文化の日なんです、文化祭しちゃうよ、しないけど、祝日だからもそもそも、そう、休みなんですよ、ほろ酔い。そうなんだ、分からん。うどん食べたいな。エリックさん、マコさん、ありがとう。手編みのマフラーいる、欲しい、マフラー欲しい。今事務所にいたのに会議職のコンソメパンチのゼロス、絶対ある、ご自由にお持ちください欄にコンソメパンチありそう、もらい行こうかな。ブランドフォヨー、フォヨーって何、サンプレお出かけ用の洋服にしようかな。嬉しい、洋服めっちゃ嬉しい。20歳超えたらユニクロ、間違えた、自由、どういうこと、20歳超えたら自由しか着ちゃいけないの、そんなルールあったの知らなかった。フォロー、どういうこと、フォローしとく、あ、ブランドってことね、なるほど、んぶりですよ。コメントが1番目まで読めたので、私は寝ようと思ったけど寝ちゃいけないって思ったら何、しならびしようかな。リファの子めっちゃ嬉しい、欲しい、今普通に欲しいもん自分。そう、ちょっとさ眠くなってきたの、だからさどうしよう。じゃあ皆さんだったら七並べか寝るっていう選択どっちを選びますか。私は、でも寝たらさ夜起きれない、それかも今お風呂入ってで髪乾かしてもうそっから寝るとか。でも私絶対そしても、そしてとしてもお風呂の中で寝ると思う絶対。じゃあ七並べ、寝ながら七並べしようかな、配信終わって。だってもう目がなんかこんなになっちゃう、 うわ、今から寝たら夜中に起きるよ、そう、眠い、本当に。電化製品、あ、そっか、電化製品ダメなのか、やばい、眠いです。でも今寝てしまったら私夜眠くなくなっちゃう、最近の悩み、夜寝れないんだよね、それが嫌なんですよ、眠いのに。じゃあ一旦寝ようかな、一旦寝てまた夜のあのボーナスタイムみたいな時に配信しながら七並べしようかなって感じですね。15分だけ寝ます、15分寝たら結構3時間寝た気持ちになるらしいよ。
13、山椒さん12、キッチンさん11、ナッカーさん10位、TM さん9位、ガラシ大根さん8位、エトルさん7位、フラペチーノさん6位、マルマルさん5位、ウニさん4位、マビマビさん3位、山吹さん2位、タックン1位、山ちゃんありがとう、山ちゃんありがとう、ありがとう山ちゃん、嬉しい、ありがとう、バイバイ、おやすみ。じゃあみんな浮気したら今から浮気してるか調査しに行くので、ではよろしく、バイバーイ、みんな元気でね、21時から起きてたら、まあ、起きてるとは思うけどね、バイバイ、バイバイキン。浮気みんなが浮気したらうちも浮気するから、じゃあよろしく、そんな感じです、本当に浮気するからねみんなが浮気したら本当に浮気するからね、まあ知らない、どうなっても知らない、バイバーイ。あとでね、やばい、本当に眠い、眠すぎてやばい、なんでだろう。